LGB の古典蒸気機関車であるステインズ庭園鉄道での典型的な LGB の列車レーマンはドイツの玩具メーカーである LGB やレーマン・グロス・バーンの名で知られる G ゲージ鉄道模型を初めて発売したメーカーレーマン・グロス・バーンはレーマン大型鉄道を意味する二番ゲージの鉄道模型をナローゲージ化し一二十二点五の車両一番ゲージと 同じく区間4 5トルの線路に走らせたものである。近年はナローゲージだけでなく標準機の車両も模型化している。1881年金属玩具の工場としてブランデンブルクアンデアハーフェルで創業した。1950から1951年にニュルンベルクへ移転した。1968年ニュルンベルク国際玩具見本市で 対抗性のある庭園鉄道の展示を行った。当初はレイマン・ガルテンバーンと称した。1987年、アメリカ現地法人として LGB オブアメリカが設立され独自の展開を始める。後にアメリカ国内でも生産を開始した。ヨーロッパ型の製品は大半がドイツで生産され、アメリカ向けの貨車の大半は中国製である。 2006年に会社は125周年を迎えたが同年末破産した。2007年にメルクリンの参加に入った。他の同種の鉄道模型との大きな違いは対抗性である。すべての機関車、車両、線路、付属品は雨や雪に対して庭園鉄道として必要な体制を持つ。LGB ブランドの最初の機関車は オーストリアの車輪配置0-4-0の小型機関車、ステインズである。この機関車は LGB のロゴマークにもなっており、現在も生産されている。現在はサウンドシステムを持ち、1968年の方とは機構が異なる。LGB で使用されるデジタルコマンドコントロールシステムはレンツエレクトロニック製で全米鉄道模型協会企画である。 レンツエレクトロニック自体も村企画のデジタルコマンドコントロールシステムを製造、販売している。かつて、プレイモービルから発売されていた鉄道セットは、線路や車両のシステムが直流2000式で G ゲージ鉄道模型と互換性があった。そのため、プレイモービルの車両をレーマンのシステムに組み込んで使うことができた。逆に、LGB の線路や分岐器が、 初期のプレイモービルで使用された。ジョンソン、ケント・アール、ベーシック・モデル・レール・ローディング、ゲッティング・スタート・イン・ザ・ホビー、コムバック・パブリッシング・カンパニー、ピアニッシモ、7、ISBN 9780890243343スター、ジェリー・スター、ジャネット、モダントイ・トレインズ、ストリート・ポール、ミン、 ピアニッシモ 35ISBN9780760311790 ジョンソンケント・アールガーデンデール・ローディングゲッティング・スターティット・イン・ザ・ホビーワウケシャワイコムバック・ブックスピアニッシモ 5ISBN9780890243695 ありがとうございます